大橋正信のメインチャンネル。はい、大橋正信でございます。よろしくお願いいたします。ということで、早速ですね、まあ前回前半という形で破産債権者集会ですか、まあこのね、まあ記者という記者がいないこの記者会見が行われたということで、前回ね前半部分をお伝えしました。で今回ね、まあ、後半ってできたらいいんですけども、ただね1時間以上まだ時間が残ってるんで、これをどうしようかな。もしかして後半になるのか、まあどうしようかちょっと考えます、まあ、とりあえずね続きをお聞きください。今回以上です。はい、ご質問あればどうぞ。あ、ここからも質問になるのか。なるほどね。じゃあ、終わりますけども。終われ。終わっちまえ。終わっていいよ。はい、ここから1時間かかるのか。はい。まあ、実りある質問はされればいいんですけどね。宮崎です。お疲れ様でした。豊田弁護士のところで、あの先ほど説明があったところで、ちょっとあの前から言われているところで分からないところがあって質問する形にはなるんですが、あの豊田弁護士自体はあの役員報酬という形で民族党にあったんですけど、それの記載はこの紙にあのどこか中に入っちゃってるのかちょっと分からなくて質問しました。入ってるとしたら17番だと思います。5ページ目の17番。あ、この辺はもうあれかな、質問に関してはもういいかな。なんかしょうもない、ここしか出てこなそうだな。入ってるかどうかはわからない。入ってるとしたらここだ。ここで役員自体になるのが普通弁護士とされていて、利益相反という形でこちらはあの今後あの対象になったりはするものなんでしょうか。まあ、少なくとも豊田健二弁護士は今まで債権者側の立場で何かしら この回収行為とかってしてるわけではないので、少なくともみんなで作る党の代理人、まあ、大津彩香さんの代表のもとでみんなで作る党の代理人をやって、また同時に幹事として働いているということ自体はそれほど問題ではないと思います。ありがとうございます。ただ言って、あの少なくとも幹事をやっているので、幹事っていうことは何かというと管理監督ですよね。まさにリーガル的なことの監督をしているにもかかわらず、こういうお金の支出があるということは大いに問題があると思うので、まあ、当然その責任の追及は、まあ、それはお前たちの意見であって、本当に問題があるかどうかはもう正直これはもう見守るしかないですね。はい、だってもう分かんないから、こんなの詳細我々部外者は分かんないんで。ありがとうございます。この27番の内容不明とかになるっていうことですね。管理監督する形なのに明確にされていないっていう、まあそこまでこう一つ一つの細かいところ下についてその監督責任がっていうことはあるの、もっと大きなところから優先順位があるんで。分かりました、ありがとうございます。あと14番の点で、あの先ほどあの説明があったんですが、この書面上ですと、あの政党プロモーションで広報に関する業務委託費ってあったんですが、これはあの最初にあの森幹事人の方にこの形で説明をしたけども、あの11日の説明であの嘘をついていたっていう形でこの表記の記載になっているっていうことなんでしょうか。嘘っていう言い方ではなくて、まあ、多分説明の齟齬があった、自分たちの認識の齟齬があったので、改めてあの、まあ、説明をこの程度の説明で大津川が嘘というふうに表現しちゃう時点でだいぶ偏ってるな。1500万円は
不動産会社括弧破産者代表者親族、まあこれ父親のことですけどもが代表者括弧当時が建て替えたのね、建て替えたのね、6年1月30日に建て替えたのねってなってるんですけども、このお父さんの会社をこの口座を確認したところ1500万円を建て替えた形跡は建て替えた建て替えたと言っていましたね。はっきり言ってましたね。はい、はい、ました。ですからもうこの辺が詐欺、いわゆる意図的にそのまあ、完全にこれ騙そうとしてるわけですね。これ言い切っちゃっていいんですかね。もうなんだろう、これもね、僕の先入観かもしれませんよ。先入観かもしれませんけど、もう正直立場の言ってることってもう8割9割信用できないんですよ、言ってることが。だからこれもね、あくまでも立場の主観であって、じゃあそれを騙そうとしたっていう根拠は何なのっていうところが明確に示せるんだったらいいですよ。で、詐欺だっつんだれば、そういうことね、警察に届けてるよ、まあ届け出てるんでしょうけど、じゃあこれが受理されるかどうかって言ったら、私は甚だ疑問ですね。説明ということですから、おそらく今年の3月あるいは4月、4月ぐらいだと思われるんですが、まあ、思い込んでるだけでしょうからね。いわゆるパパの会社に1500万円払いました、1月30日に。それははい、このモノマネもものすごい悪意がありますね。はい、こんな言い方をしたのかっていう話でしょうね。ペペリジーペペリペペリジーってこうやってるわけでしょ。だこういうところは56歳児なんですよ。みっともない。本当に簡単と説明しないのに、会社に業務委託費として1500万円立て替えてもらってたからでーすって言ったのが3月か4月です。こんな言い方しねえだろな、ペテンシー。まあ、本当にお前印象操作しかできないのな。まあ、それをしないとてめえのメンタル保てないんだろうな。あ、なんかもうバカバカしいな、ね、この動画見るの。いや、そんなお金はもういいかな。会社は1500万円お金払ったのに、ちょっと2倍速で見ます。少ないんだよね。違いました、お父さんのお金じゃなくて委託先は一緒です。4150万円はさかのぼって契約をなかったことにして返してもらいますって言ってるってことで、これ確かに、まあ、あのかなりが負けてるっていう感じ。まあ、これはもうあの十分この説明で我々は先に破産されて、でもこの程度の印象操作で騙されるようなバカも所詮その程度なんで、どうでもいいと思いますわ。ということで、あの、まあ、小島警察はもう大津役が危険な人物であるということは十分分かっています。あの、大津役、麹町警察は大津彩香は危険な人物だってことはよく分かってますって。お前すげえな、すげえな、お前の願望だろ、ただのてめえの願望、てめえの願望妄想がさもそれが真実であるかのように語っちゃう56歳児、病気です。はい、異常者です、危険ですね。まあ、そういう意味ではこのように明確な資料があるということで、はい、まあ、これ犯罪の資料ですから、あとは警察から犯罪の方に確認をしてですね、大塚がどのようなことを言ったのか、これも当然、永瀬成瀬さんがこういう回答をしたというのは犯罪の方に協力を。もうこれも見る価値ねえな、正直。これはやっぱり5日前にもう返金しないと危ないと思ったんでしょう。ただ、前回で1億2000万円あの抜いてるので、4000万ぐらいとか。やめた、やめた、やめました。もうあとはもう、質疑応答でしょ。で、質疑応答で、盲信バカ信者のアホどもと、ね、ペテン氏との、印象操作なんつうの共同作業で印象操作するぐらいのもんでしょ。もうあとはもう中身ないでしょね。はい、もう十分ですね。あの こういうクズ野郎どもの一方的な話を聞くとなんかこっちの気持ちが病んじゃいそうなんでもうやめることにしました。もうくだらないです。何かね、あの皆さんの中でこれは結構重要な部分でしたよと、あの質疑応答部分でね、これ結構重要な話だったんで、まあ、あの大津肯定派否定派問わずね、まあ、そういうのがあるんであればぜひそのポイントを教えてください。はい、そうじゃなければもうこれに関してもうどうでもいいかなっていうね。はい、まあ、あとは大津さん側の、まあ、主張もされてるようですしね。まあ、あとはまああとは立花が今日かな、あ昨日か、昨日7月17日だっけ、そうね、7月17日ですね、麹町警察に行ってなんかね、警察に言ったといったような、
報告はされたようですけど、じゃあそれが受理されたのか受理されるのか、それに関する発言は特になかったって話なんで、まあまあいいんじゃないですか。まあまあ頑張った、まあ頑張ってるねと。でてめえがやましい気持ちでいろいろ汚いことをしてきたから、きっと大津やかもしているだろうというね、こう妄想を爆発させての行動でしょうから、まあどうでもいいんじゃないですか。まあ実際問題は本当に大津さんがね、そういう汚いことをしているんであれば、ね、罪に問われればいいだけの話ですし、そうじゃないんであれば大津さんがね、100倍返しの、やり返しをしてくれるでしょうから、まあ、それをね私としては、静観するだけであります。皆さんはどのように思うでしょうか。もう後半はねもうかなり見る価値がなかったんで、飛ばしました。はい、まあ、こんな感じです。以上です。